こんにちは、ふゆです。こんにちは、ちゃんけです。こんにちは、ママです。みゆです。こんにちは、パパです。まゆです。はい、ということで今日はね、時刻が17時なんですけど、今からね、家族でラーメンを食べに行こうと思います。倉敷市鶴ヶ台にあるまた月の器さんにちょっとね、月の器さんに行こうと思うんでね、はい、また美観地区の辺にあるんで、今からねちょっとね美観地区の方に移動して、月の器さんのラーメンを食べていこうと思います。イエーイ。恵比寿商店街からね入ります。出た、ここは肉のいろは、コロッケとかあるとこ。こっちはな、確か。サブ。めっちゃ寒いな。倉敷市鶴ヶ谷にあるね、月の器さんにやってきました。中華そば。ここね、店来るの2回目です。はい。前これ食べたもんな。これ食べて、これも食べたことある。これも食べた。これがね、ちょっと食べたいね。新作かな。肉肉肉3倍目 1.5 倍、チャンスめっちゃめっちゃ濃そうじゃない。これは辛いやつも美味しそうだ。これも食べたい。これもちょっと食べてみたい。八王子だって、玉ねぎ、刻み玉ねぎだって。うん、餃子も美味しかったよな。うん、餃子美味しかった。まずこれしようか。うん、何これで、あ、いろんなできるんだな。ああ、そういうこと。激辛マー油そば。マー油って言うのこれ。分からん。これが普通の大辛？大辛ってめっちゃ辛いんかな。でも大辛が普通だじゃない。な、いいよな、うん。じゃあ大辛でいい。でこれが八王子そば。はい、これがね、月の器特製そば。特盛ってだっけ？1.5倍。1.5 倍のラーメンでございます。チャーシューがもうめちゃくちゃ1、2、3、4、5。チャーシューが3倍の特製そばです。こんな感じで。川の端をお願いします。ここへ刺すやつの蝶。なんだよ、ふーちゃん、こっち来たい。ちょいで、うん、おなかいたい。うまっ。ふーちゃん、どうです。ちょうどじゃない、どうちょうど。ふーちゃん、どう、おいしい。ふーちゃん大好き、チャーシューじゃが。ふーちゃん、チャーシュー美味しい？はい。ふーのチャーシュー柔らかくて美味しい？うん。こっちのやつ美味しい。どうね。美味しいな。こっちは？好き。結構か。目がキラキラじゃん。一気に食べるん？はい、できました。これがね、新作の月のささ新作の八王子中華そばです。これチャーシューと玉ねぎの刻んだやつが入ってて、まあスープは一緒なんですけど、こんな感じでいただきます。うまっ。ちょっと麺が、ピロンって感じ。美味しい？うん。ふーちゃん、どう？美味しい？これ全部食べる。全部食べて。お肉も食べる。結構刻んだチャーシューが入ってるよ、これ。ママ、結構入ってる。食べないの？食べるよ。うまい。うまい。チャーシューがうまいよ、ほんま。足しっかりめやな。うん。柔らかいし。ナイがめっちゃ食いおる。ご飯をしなよ。うん、そうやな。玉ねぎね、玉ねぎとチャーシュー。
やっぱ寒い日のラーメンいいね。うん、湯気がめっちゃ上がる。熱々？うん、結構熱々。うん、美味しい。うん、美味しい。すんちゃんは？すごいな、めっちゃ辛そう、うん、やばい？やばい、辛そうな匂いがする。大辛だってこれ。大辛なの？めっちゃ6本が入ってる、うん、めっちゃ美味しい。でも見て、大きいのくれた。よかったね。激辛が辛い。ん？大辛より激辛が辛い。大辛、激辛、ん？大辛、激辛、なんとかっていうか。あ、そうね、うん、あ、うまいな、うん、めっちゃうまい。ちょうどいい辛さ、辛いけど食える辛さ。うん、おいしい。うまい。なあちゃん、おいしいですか？うん、最高。おいしい。丼もうまかったもんな、餃子も、うん、肉好きだけ。肉好きだけ。お肉いっぱいある？ありがとう。こっち見せて、お肉。はい。こっち見て。はい。あ。メンマに変身した。変身した。ふーちゃん、美味しいですか？美味しい。おねえね、またくれたよ。やったね。はぁ。どう、辛い？こんな。めっちゃ熱かった、今。なんだ。あ、ねえねえ、完食。お、スープまで飲んだるね。辛いの好きな人はあれやな。ん？辛いの好きな人は真ん中とか上の方行った方がいいかもしれない。あ、これ俺辛いの苦手。これだ、大辛かな。これ大辛、一番普通のやつ、下のやつ。大辛で辛いの苦手な人でもギリギリ食べれるか食べれんぐらいの辛さ。食べやすそう。お、じゃあお肉。あれ、またメンマ。これで食べたらいいよ。うん、そしたら美味しいかもよ。そうだな。まあもう完食も、うん、何倍でも食べれるな、これ。唐辛子食べれば、うん、はい、よろしゅうに。あ、いっぱい食べたな。これまたうまい、この玉ねぎのチャーシューやつ。うん、うま？これ好きだ、個人的に。
スープも麺も美味しいもんな、ここ。こんにちは、タコです遊ぶな でもさ ここにさ、めっちゃ具が残っとるじゃん、うん、飲み干したくなるよな、全部その具をすくいたくなるよな。ゴロゴロチャーシュー、うん、綺麗にいったな。どうした？どうだった？また行く？また行く？行く。また行きますって。今日行ったね、倉敷鶴形にある月の器さんのラーメンを買いました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でね、今日ね、この放送直後、これ僕のステッカーね、限定50枚ぐらいね、お店に置いてるんで、はい、ぜひ欲しい方はね、これをゲットしてください。これです。ちゃんけんブログのステッカーを限定で、この月の器の鶴形の店に置いてるんで、ぜひね、欲しい方はラーメン食べて一人一枚ね、取ってください。どうだ、美味しかったない？美味しかった。美味しかった。高評価お願いします。それじゃ、何味だった？ラーメン。ラーメン味、はい、もう何味だった？辛味。辛味。辛味。何パパに聞いて、何味？シェミ味。ないわ。最後はないわ。今日食べたあの八王子のラーメン、マジで美味しかったんで、みんなあの玉ねぎのシャキシャキがめっちゃ美味しかったんで、ぜひ食べてください、みんなね。はい、ということで、ぜひね、ラーメンを食べに行ってください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。バイバイ。おききチャンネル登録、高評価お願いします。グッドボタンも押してね。無言の手が。めっちゃ美味しかったな。めっちゃ美味しかった。何がだって結構がっちり食べよう。うん。